美人チークのプロセスを説明します。人差し指をこめかみから頬に沿って下ろし、ガクンとくぼむ場所を確認します。ここがチークを入れ始める起点になります。先ほどの起点から筆を3方向に動かします。まず上に、次に斜め上、最後に横に、これを何度か繰り返して色をのせていきます。そのままチークは付け足さず、頬の中心から起点に戻します。練りチークを指に取り、手の甲で一度なじませて量を調節します。頬骨の高いところにポンポンと指でチークを置いていきます。何もついてないスポンジでチークを伸ばします。あまり広げすぎず3センチ幅くらいに収めるのがポイントです。この練りチークのツヤで立体感が出て、明るい色でヘルシーさもプラスされます。